はい、ありがとうございます。緊急なのにありがとうございます。小田切アサギさんね28、23億円の使い方をアサギストーリー7年のターキーが暴露するセミナーをやっていきたいと思います。イエーイあ、聞こえてます。ありがとうございます。パチ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 やっていきたいと思います。 じゃ早速なんですけどねあ、ありがとうございます。あの、超いいセミナーになるので、あのもしよければ、あの始まってますよって、シェアしていただけると大変大変嬉しいでございます。ええー、楽しみにしてました。いや、なんかすげえな、ね、めっちゃいいセミナーになる。<laughs> なんかな、私7年なんですよ、浅木さんとこ行ってね。7年っていうか、トータルサロン、 アサギさんが前にやってたオンラインサロンとか合わせるともうすげえ長くなり思いと思いますイエーイなんかすげえね今日はあのアサギさんの3デイズのファイナルなんで朝5時半から起きてしまいまして <laughs> すごい朝からなんかね、小鳥の声とかも鳴いててなんかすげえなんか尊い時間を遅かせていただいてそのねなんかあの時に聞きに来ていただく もらって本当にね感謝しかありませんありがとうございますであ朝、の、木、ー、さ,さんなんですけど2年ぐらい前に2.4億をね稼いだ時があってその3,4 <laughs> ヶ月後ぐらいにあれなんでもうお金がないんだろうって言ってたんですよねでその時に私が、うん、X で あなんかサギさ,さん人間洋服もうなくなっちゃったんだって半年で使い切るの早いよねみたいな感じであのつぶやいたらサギさ,さんからあの返信があって「違うよ半年じゃなくて4ヶ月だよ」っていうことをきてそんなね大金をあの何に使ったのかっていうのをねあのそばにいた私が語ろうと思います。 ね、まずあの浅木さんがねブランドモンを着てる理由っていうのは本当にあの,人のためなんですよ特にごめんなさい日本ではあんまりないですけど特にアサギさんがあの拠点を置かれてるドバイでは労働者とあの区別がめちゃめちゃされるんですよね。あのだから 翼さんもドバイにいらっしゃいますけど与沢翼さんの奥さんもすごいあのブランドモンに興味ない方なんですけど与沢翼さんが頼むからあの奥さんにブランドモン来てくれって言,われ言,っ,て言ってるのは <laughs> あのドバイではブランドモンお金持ちだということが分かんないと労働者扱いをされてレストランとかでまともなサービスをして もらえないんですよねだからそのために私たちは労働者じゃありませんお金持ちとしてここに移住してますってことをあ表すためにブランドモを着てるのがドバイの人たちなんでまあ浅木さんがあのなんかあのブランドモンずくめになったのって今ドバイにいた時はグッチだったんですけど今ではねほぼあのほぼほぼシャネルになってますけど。 でそれっていうのはま,あまあ人のたあめで,しかなくんですよね。また後で話しますけど浅木さんブランドも興味がない方なので特にそのまあお稼がれたお金のツアーっていうのは特にイタリアのねグッチツアーとかっていうのがあってそれをねあの浅木さんの魅力学生講座後に入れるなんかサロンの中でなんかすげえあの見せてくれたことがあっていややばかったですよ皆さん知ってました ハイブランドのバックエンドって、あ、バックエンドとか言う言葉を使ってすみません。ハイ,ハイブランドのあ、ぜひ皆さんね、コメントとかしてくださいね。<laughs> コメントして、コメントしながらなんか楽しくやりたいんで。あのハイブランドの主な商品ってあれなんですよ。あの カバンとかじゃないの？知ってました。やばくないですか？私全然やっぱあの一般人一般ピーポー育ちなんでそういうことも全然知らなくて、ハイブランドの本当の利益のほとんどっていうのは店舗に出てないもんなんですよ。ジュエリーとか家具とかになるんですよね。だからよく表参道とかでとか。まあ、あの主な都市でヴィトンとか。 ディオールとかグッチとかの店舗あるじゃないですか？あ、そこに置かれているものって。あの、ハイブランドの別に利益ほとんどの売上ではないんですよ。まあ、広告等みたいな感じで本当の売上っていうのはあそこには絶対置かれてない。vip のストしか入れない。ジュエリーとか家具とかがハイブランドの主なまあ、利益源なんですよね。 だからそこのまあ本当にその VIP しか行けない浅木さ,さんがグッチツアーの方に行かれてたんですよね。で浅木さ,さん2000万の時計買って12回ぐらいしか <laughs> 着てないって言っててこの間のもうこの 3Days の 2Days でしたっけとか 1Day で受けたのがなんかバーキンとかどこにあるか分かんないとか <laughs> 言ってたんですけど <laughs> グッチのあの時計はかろうじてご実家にあるみたいでよかったなと <laughs>。 <laughs> 思いましたたさんんの、ね、バーキンどこ行ったんですかね私もね触らせてもらったことあってで浅木さんのねなんかすごいところってなんかバーキンとかってすごいね浅木さんが持ってるやつって800万とかだからあのす,すごい私あのみんなに浅な木人にみんなに触らせててなんでかってこういうものっていうのは体験しないとあの価値がないんだよって言ってて。 あのみんなだからあのアサギさんの,あのすごいなんかみんなに価値を共有するためにこういうことも全部ね見せてくれてるのが本当に尊いなと思うし新しい世界をね見せてくれてますアサギさんのお金で。でまあ,あのお金がどこに消えてるのかって言ったらアサギストのこの欲望全開合宿とかも2600万円あアサギさんのおごりだったんですよね。あのまあ 計算したら1人10万 <laughs> ぐらいになるんですけど1人10何万とか、まあ、あの全部浅木さんがおごってこういうところで浅木さんのお金っていうのは消えていくもうこれめっちゃ楽しかったんですよんみんなで合宿やってみんなで泊まってみんなで運動会してなんか大人のなんだろう青春ですよね浅木ストってこういうところにお金が消えておりますそうバスね5台貸し切ったんですよ そそうそう欲望展開2600万おごりめっちゃ楽しかったっす。であのこの時にねなんかあので予算がね2000万だったんですけどなんか誰かが「どんべり棒入れれますよ」みたいな感じで言われた時になんか浅木さんがどんべりいくら50本ぐらい入れてくれて。 だからあのみんなでドンペリとか飲んでたんですけどいやなんか人生においてキャバ嬢とか夜の仕事じゃないからドンペリとか飲む機会ないのに本当にドンペリをあの初めて飲ませてもらったのも朝木さんからだなと思います。 あのしかもこのねあのオリジナル浴衣とかもすごい高いんですけど全部アサギさんがねアサギさん男前なんですよだからアサギさんがねあのアサギス人にすごいお金を使ってくれるものだから一人のアサギス人がもうアサギさんより男前な男を探すのが大変になったじゃないですかって冗談で言ってたんですけど私も確かにと思ったんですよ。<laughs> であのー、これ、まあ、あの私のねあのメンターである原田翔太さんの「2000人渋谷公会堂」なんですけどこれも浅木さ,さんがチケットを全部買ってくれて星、あのー、さんの講演会とかこの間コラボライブさせていただきましたあの玄海翔太さんのライブとかも浅木さ,さんが浅木ストーブン全部チケット買ってくれてしかも2次会まで全部浅木さ,さんがあの払って。 くれてあの全部おごりで行っておりますですごいなんかねなんかこういったことってなんだろう自分では行こうと思わないじゃないですか <laughs> けどなんか朝木さんがね朝ギストには新しい世界を見せてあげたいってことでいろいろ招待してくれるところにお金が消えちゃってるんですよね。あこの,、まあ、あの太ってる後ろ姿は私になります。はい そうなんかいつもその,その後の、ね、なんか食事会とかまであさ木さんご馳走をしてくれてて浅木さ,さんで、ね、なんかあの常にんペり食べてるペんペりとかいいもの食べてるイメージはありませんけどなんかめっちゃ好きなのがこの焼きそばとかなんですよ。<laughs> んかみんなで、ね、焼きそば食べに行こうみたいな感じであのみんなで、ね、焼きそばを食べております。これね、なんかあのどこだったったけジャンカラかな の焼きそばがアサギさんんの大好物なでですよ <laughs> すすよげえ楽しかったですこれも全部ねあのこういったなんだろう食事アサギストで行く食事会とかもねアサギさんがね出してくれたりするんですよね。であのクラファンでねアサギさん1億2,000万集まれてたんですけどなんかめっちゃウケたのがあの20万ぐらいのアサギさんと食事できるディナー会があったんですよね。 で、それなのに、あのりえ、あの、あささんがいいお店とか、あの、いいお酒あ、あか、あの、あけすぎ、あの、みんなに来てもらった方におもてなしをしたいってことで、あの、あささんがいいお店といいお酒、開け、赤すぎてもうなんか赤字になったらしくて、あの、そういう方なんですよね。なんだろう、すごいなんだろう、人を喜ばせてあげたいとかっていう。 思いいが昔から強い方で,で東京講演会っていうのがあった時にサギさ,さんのなんかストーリーみたいなのを親御さんに聞いて書かれてたやつがあったんですけどそれもサギさ,さんのお母さん20キリにも入られてるまーちゃんが「サギというものは昔から何でも自分が持ってるものを人にあげてしまう人なんだよね」ってことを あの言ってたんですよねだからあのお金を稼いでしまっても全部なくな,なるんですよ。あの人にんだろうみんなにはみんなにだろうみんなに楽しいことしたい。だから結構そのいつもサギさ,さんが言ってるんですけど別にお金って誰のものでもないからねってことを言ってて、まあ、たまたま私のとこにあるだけで循環させていくのが。 まあお金っていうもんだからって言っててだからいつもそのアサギさんって優先順位が明確に決まってて、まあ、家族あのアサギストがまあ幸せであって他の人はまあどうでもいいっていうどうでもいいとは思ってないですけど、まあ、そこがもうなんかあの私が幸せにする人たちだからってところでそこに対してやっぱそのなんだろう幸せ労力だったりお金とか時間を使うってことを決められてるんですよね。 なんかすごいその私、浅木さんの娘さんと6年前にアサ木ストキャンプとかいうやつがあったんですよ。あのバス2台であの長野のキャンプまで行ったときに浅木ストの、ね、なんか子供とかが来ててなんかその時にねすごいなん浅木さんの子供だけなんか自分のおやつをみんなに配っちゃうんですよ。<laughs> なんかあの の時に何か他の子ってそういうのしなかったんですよね。アサギさんのあのお,お子さんの上の兄ちゃんだけ何か自分の持ってるおやつを全員に配ってあげてて何かそれをアサギさんに言ったらああなんか多分亡くなるっていう概念がないんだろうねっていう言ってた時にあアサギさんと一緒だなと思ったんですよ。<laughs> なんだろう執着がないっていうか。 みんなでなんかおいしいものをシェアしようとかみんなで楽しいことをシェアしようとかっていうなんかマインドを娘さんも気づいてて <laughs> 面白いなと思いました <laughs>、まあ。ありがとうございます。朝からこんなに多くの人が駆けつけてくれてましてありがとうございます。であのこれまあリッツパーティーなんですけどまあねあの。 で、あ,あの、知ってました。五つ星ホテルの中でもリッツは高いんですよ <laughs>。あの、まあ、リッツのおもてなしとかっていう本があるぐらい。あの五つ星ホテルの中でもあっても、リッツは高いのに、なんかいつもリッツにとかにしてくれるんですよね。だから、なんか最上級のおもてなしをみんなに何だろう、知ってほしいってとこで、なんか。 ですごいまあギストってこんななんか華やかなパーティーをしててなん,かなんかパリピみたいに覚われてると思いますけどまあみんなほんぼほめっちゃ真面目な人ばっかりでだからあのケイリンがねあの私一緒にビーポジ大学をさせてもらってるちょっと水飲みますね。あのケイリンが。 言ってたんですけアサギストパーティーのイメージしかなくて魅力覚醒講座入ったらどんな派手な人がいっぱいいるのかなと思ったらみんなめちゃめちゃ真面目な人でアイコンも皆さんなんか背景でなんかめっちゃ安心,安心しましたとかって言ってるぐらいアサギストに環境に入ってこういうパーティーに行けるようになったけどほあの本当にアサギストって真面目な真面目な人の集まり でまあ、ハイスペもいっぱいいますし女医もたくさんいますしあの専業主婦の方もいますし本当になんか真面目に謙虚に生きてきた方が浅木さ,さんのんだろう思考もうあの頑張ることから頑張っても報われないっていう 3days に響いて入ってこられたばっかりなんであのめちゃめちゃあのスーパーオブ真面目浅木さ,さんがスーパーオブ真面目だから。 いや本当に本当にユッキー,かッキーってあの、ボルディブでね VIP 専用の,あの対応された方なんですけど、リッツの金額も結びたり、トップオブトップ高いんですよ、リッツは。なのにいつもサギさ,さん、リッツをね、サギヒ素のために予約してくれるのって、本当になんか愛しかないなと思うんですよ。なんか5つ星ホテルって言っても、まあ、他のホテルもあるじゃないですか、そこを選ばず、ずっとなんかリッツを使ってくれて、なんかサギヒ素に提供してくれてるとか、本当、なんか泣けてきますね。はい で、あの、よくね、あさぎさん、スイートルームを取ってくれるんですけど、スイートルームをね、自分一人のために取る人はいないんですよ。あの、なぜなら、別に部屋,部屋が広いだけで、あの、別に使い道ないですから。で、経営人ってね、あの。 浅木さんの右腕の競輪ってよくあのライブ配信中にトイレ,トイレ行くんですけどなんかやけにトイレから帰ってくる時間が長い時はやっぱ広い部屋にそんでるとこですからあんまりそのスイートルームってね本当になんだろうみんなあの、まあ、私も憧れてましたけど誰かに喜んでほしいっていうがために撮るのなんであの <laughs> なんかあのあの魅力覚醒講座入ってる千原田二子さんも。 ニコさんもその VIP 専用のねあのなんかあの PR とか一応されてた方なので「ニコさんどこのホテルが好きなんですか?」とかでいろんな多分めちゃめちゃいいところ泊まり歩いあのお仕事でね泊まられてますよねって言ったら「滝私はちょっと貧乏症だから広い部屋とか苦手なのよ」とか言ってて <laughs>。 <laughs> こじんまりとした狭い部屋が落ち着くんだよねってことをあの言ってるぐらいスイートルームとかっていうのは誰かが喜んでくれるから取ろうと思えるものなんですよね。ああの穴より穴より団子っていうあの漫画の中にもなんかつくしがなんかあのお金持ちをなんだっけあのショートカットの人から広い部屋をねなんかあの 無料で貸してもらったときに <laughs>、広い部屋が落ち着かないとかって言ってたのって <laughs> あの、あの、すごい分かる。でも本当にこういうことに、なんか、浅木ストを呼んであげたい、あの、ね、あっていうことのために、サギさん取られてるあの、取られてます。これ多分一泊200万ぐらいのお部屋ですかね。で、なんか、お酒振る舞ってね。 誰浅木さ,さんが何だろう働くみたいな。でこれ「魅力覚醒講座」のね19期のリアル会場なんですけどこういう会場もあの借りるの高いんですよ。<laughs> だってあのあの経験された方いらっしゃると思うんですけどこの中にあのユッキーとかねいい会場なんですよここ。<laughs> もっと安い会場ありましたよねって思うんですけどサギさ,さんねなんかあのみんなにいい思いして。 しして欲しいともっと節約ねなんかできたのに <laughs> 会場そうそうこれこれめっちゃいいあの高いですから,あのからそれもなんかすげえなんだろう浅木さんがアサギス人にねなんかこういうところでで別にこんななんかあのリアル会場とかもしなくていいんですよ全部アサギさんが払ってるのでもともとだってそんなリアル会場 だからなのにこういうとこ取っちゃうとかあの言ってたのでああんかなんかこの間玄海翔太さんとねコラボライブさせてもらった時も言ってたんですけどやっぱその,誰かのためにだからすごいなんか浅木さ,さんの,愛の,あのお金の使い方はすごい愛私は愛を感じます。 だからなくなっちゃうんですよね、全部。<laughs> あ,のありがとう、アサギさん。で、これ20期のね、卒業式もすごかったよね、なんか。えー、今回21期の卒業式は、ヨカモパシフィコだったっけっていうで、毎回グレードアップをされていくアサギさんでございます。で、あのこれもあの国際フォーラムなんですけど、当たり前なんですけど、無料じゃございません。 あの、めちゃめちゃ高いんですよ。まあ、玄海翔太さんがあのー、リスクを取って借りられて、これ登壇するのが高いんですよ。で、これがなんでアサギストがあのー、まあ、少しお金払ってますけど、大幅にリスクを取ってんのは、アサギさん、ケイリン、ナオリッチ、サユリンなんですよが。 あのまあ、値段で言っちゃっていいのかな150万円の登壇券を買ってくれてるからあのそこの,あの出たい人とかで1万円ぐらいで出れたわけなんですよねあの国際フォーラムですよ安室ちゃんとか MISIA とかしか出れないあの国際フォーラムにあのなんでそんな1万円ポッキリで出れたかって言ったから浅木、まあ、さんとかケイリンとかがあの先に金を払って。 みんなにあのステージに立つっていう経験をしてほしいからってことで、あのー、お金を払われてるんですよね。であの木さんもケイリーを面白いことにあのステージに立つとか人前で歌うとか人かけらも好きじゃないんですよ。けど何かここの朝あの国際フォーラムでのメッセージで一番泣けたのが。 アサギさんは別に私は立つことに興味ないけど、ステージをに立って輝いているアサギストを見るのは好きなんだよって言ってて、そのためだったら私もやる価値があるよねってことを言ってたわけで、いや本当にねなんか泣け泣けてきません。あのおか未を切って好きでもない舞台に立って好きでもない歌を歌って、それが全部 なんでそのんだろうアサギストを輝かせるためにやっててでここでのアサギさんのメッセージがね全員がまたあのアサギさんだから立てるんじゃなくてみんなに一人一人に立てると思ってほしいんだよっていうだからメッセージ私はすげえで、ね、うるうるしたんですよしかもなんかアサギストの方は知ってると思うんですけどもうアサギさんはこのだろう歌が歌いたくないってことでずっとなんか苦しまれてきたわけなのに。 アサギストのためにやってよかったっていうアサギさんをなんか見て私は本当になんか感動しました <laughs> でここのね、あのー、去年電車広告が走ってて、まあ、今年は桂林と長倉さんとかが走ってるんですけどこれマジ高いんですよあのー、山特に山手線 <laughs> う電車広告を、これ、路線のね、めちゃめちゃ高いんですよ、これ、10万部行きましたけど、なんかこういうところにお金っていうのは、全部なくなっております。だから去年20、だから23億もうないんですよ、こういうところに全部お金が、あの広告に売っちゃいましたから。 であのプライベートジェットもね片道3,300万でございましたあの飛行機ってね、あのー、高いから飛ばすのが人と荷物あの人以外に荷物が入ってるんですあれあの乗客の荷物じゃなくてあの海外に送る輸入輸出作業のための荷物を入れて飛ばしてるのが飛行機なんですけどこの数名のために浅木さんはプライベートジェットを貸し切ってくれたので。 片道 3, 万円ででございいますこれレストランみたいでしょやばくないこんな広いビロット飛行機使えるってあるってことであの体験させていただきました。本当にありがとうございます。でこれなんか移動もね私あのベンツのバスがあるとか知らなかったんですよ。これあのベンツのバスで移動させていただいております。であので浅木さんが言った浅木さんは本当にご家族と アサギストのためアサギストに時間と労力を使うってことを決めててだからタカキュんのご両親と自分のご両親にもタワマンをプレゼントされてるんですよ。だしたかきゅんファミリーとかタカキュんのファミリーだけじゃなくてタカキュんの親戚一同とかアサギさんのご両親の親戚一同を全部自腹で呼び寄せてなんかドバイ。 の旅行ととかかをされてたととかしかもそれがなんかあのなんかもう貴樹のご両親から何か言われた言葉がすごいなんだろうこんななんか今まで住んできててこんなタワーマンに住める日が来るなんて思いませんでしたってことをすごいなんか喜ばれてよかったですって浅木さん言ってたしサギさんが何でドバイに移住されたかって言ったら 娘さんんのの教育移住のためなんですよね、まあ、あの私も会ったことはあるんですけど、まあ、明らかに、まああの日本の教育には向いてらっしゃらないんじゃないかなっていうあのすごいあの個性が尖ったお子さんでございましてでも朝木さんのなんか泣けるのがなんか魅力覚醒講座中になんかそのなんだっけなんか学校のご相談をされてた時に。 なんか娘がなんか苦しんでるのになんでその学校に行かせなくちゃいけないのか分かんない私だったら別の学校を探すけどみたいな娘がなんかそんな幸せじゃないところに行かせる理由が私にはちょっと分かんないなってことを言ってた時にあのー、すごいあれですよねまあ,あ,のはなあの離れて暮らしてて、あのー、るんですけど 娘さんの教育のためにイギリススイスなんかいろんなとこの学校見学にも一緒に行ってますしそのプライベートジェットに乗ってた時にあの検討されてたボーリングボ,ボ,ボ,ボーイング,ボーディングの学費っていくらぐらいなんですかって聞いたんです浅木さんに。そしたら「あ年間で2000万」って言ってて「えあ,あ全部学費だけね」って言ってて。 あなんかパリにパリコレ見に行くとかあのべとかっていうのは別の日用ね <laughs> みたいな感じで言ってての時にでもささ木さんがさ言ってたんだけど親ができることってさ金稼ぐことぐらいしかないからねって私乗馬も教えられないしピアノも教えられないしバレエも教えられないし何も教えられないからさそのう。 そういうプロの人たちにお任せしたいじゃんってことであのすごい浅木さ,さんはここにもすごいお金を使ってます。いや本当にどっかに投資とか回せないです浅木さ,さん全部使い切ってますよ。<laughs> 泣く そうアジア覚醒ツアーもさあのアジア覚醒ツアーってやつがあったんですけどあれもほとんど浅木さんでのみんなに喜んでほしいってやつでなんかもう赤字っていうかお金払いすぎてあの泣くよねいや本んになんだろうこんなに自分が決めた人たちにお金を使いすぎる人って浅木さんしかいないっすよって私が知ってる限りって話です。 いやだって、義理のご両親にタハマン買ってあげるとか、まジなんかめっちゃ嬉しいですよね、タカキンのご両親も。で、あのこれね、ハワイの、まあ、アジア学生ツアーじゃなくて、ハワイツアーもなんですけど、これハワイクラリのやつでやってるんですけど、これ一人ね、8万円かかってるんですよ、この。かあの お食事代と会場代だけであの高級なお酒がバンバン出てましたからでも7万円浅木さ,さん負担で1人1万円でねあの参加できたんですよねだなあのもう赤字,赤字がいいところみたいな <laughs> っていうぐらい浅木さ,さんのお金っていうのは浅木室に歓迎されてきましたで,でもでもでもですね あの、浅木さんもね、いきなりこんなだあちょっとやばい、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいやばいやばい、なんかごめんなさい。やばいやばい。あ、すみません。ちょっと、ね、あれやばい。あ、ちょっとセミあの資料戻りましたから、ね、すみませんあの。過去のね、浅木さんはあの、まあ、ど貧乏ですから、デイ。で ンで言ってた通浅木さんはど貧乏ですから私より私月収16万だったんですけど浅木さん月収14万の人ですからアサギさん過去の浅木さんっていうのはど貧乏だったんですけどようやくあの営業職にあのあの苦手な設計士からあの自分のね本当にやりたいことって何なのかっていうことで見られた時に私人と喋るの好きじゃんっていうことで営業職の方に。 あの転職された時にあの年収が500万ぐらいになりましたよね。の時に、まあね、だ旦那さんも年収500万ぐらいだから世帯年収が1,000万ぐらいにな,なった時の浅木さんっていうのはあの1万円のセミナーを悩む方でしたこれはな1万8,000円のセミナーっていうのは何なのかって言ったら浅木さんの元からの,あの親友である鈴木美穂さん。 とあと南條久美子さんって方がいらっしゃるんですけどアサギソの大アサギソじゃなくてあの女性起業家の,大あのなんか本当にあの初期段階から活躍されてる南條さんって方がいらっしゃるんですけどその方たちの1万8000のセミナーを3日間悩んだらしいんですよね。で高級にもあのえ 払っってていいから貴高君は、まあ、いつも通り「ああ、さん行きたいんだったら行っておいでよ」とか言ってくれてるのに「え本当?」みたいな「1万8,000円高いよね」とかって言ってたっていう時代もあるしあ,あの鈴木美穂さんがですよ1万8,000円でセミナーをやってたっていうことにもまあ驚きなんですよねあのレジェンドですよ女性起業家のね。の時にで、まあ、あのこういう時代もあったしあの。 私の魅力学生講座とかはね、の時とかは、浅木さん、年商3000万ぐらいだったから、まあ、そんなに、あの、ご家族をやし、なうので多分せい、たまあ普通にターマン住んだりっていうの、だから卒業会場とかもね、おごりではなく、回避制でした、過去の浅木さんっていうのは、あの魅力学生講座11期の時は、回避制でした。ドンペリとか出なかったです、はい。 で、これアサギさんなんですけど、アサギさん今ではね、シャネル。全部シャネルなんですけど、過去のアサギさんっていうのは本当に服に興味がない方なんですよ。あのなんでシャネル着てるかって言ったら、人が喜んでくれるから。 あの講座生が喜んでくれるから着てるわけであってあの服になんか興味なくてでもその起業された時に朝木さんでもその会社員自体はずっと黒のスーツだったんですよ。で服を考えるのが面倒くさすぎてインナーだけ全部ユニクロで買えてた人なんですよね。そうですよ。私が出会った時私今とあの 私も今六本木に住んでますけど浅木さんも六本木に住んでて年商3000万ぐらいだよ、ね、で,でもっと受けるのがあのー、私の,あの魅力覚醒講座ね11期の時にイサちゃんって人がいてあの今舞台女優されてる舞台で女優されてるんですけどその人はあのー、六本木に住んでるなんてあのー。 さぎさんがどっかのお金持ちの奥さんだと思ってたんですってで、ま、舞咲ちゃんって、ね、あのパーソナルトレーナーでもあるのでさぎさんがね舞咲ちゃんのパーソナルトレーナーに,に来てくれた時にあの質問がマジやばかったらしくて「あえあ六本木す,あすごいとこに住まれてますね」あ「あご主人があれですかお金持ちとかですか?」とかってめっちゃ聞かれたらくっつくて「さぎさんいや自分で稼いでますよ」みたいな感じで「えっ?」 そんんななんか女性で3000万とか稼げる仕事あるんですかとかっていうのをめっちゃ聞かれたらしくて、まあ、普通にあのあ,のあびっくりしたあちょっとなんかちょっと心臓が止まるありがとうございます、なんかすごい大物の方がなんか入ってくれててなんかちょっと心臓が止まるかと思いました。ち <laughs> ちょっとちょっっとと心臓に悪いいんでやめてください <laughs> もうびっくりした、びっくりした、本当にもう口が、もう心臓が止まるかと思った。あすみませんあの、ちょっと深呼吸します。<laughs> ちょっと大物,大物がお、超大物人がちょっと入ってきてて、<laughs> ちょっと名前見た瞬間に、あれ、な,なんでみたいな思ってあ、そうそう、それ時に、あの、そう、最近最近何の話してたっけちょっと、何の話してたか分からなくなったじゃないですか。<laughs> もう、ちょっとくださいね。 そう私が会った時はサギさん年収3000万ですよはいあの,この,あのこの辺りの六本木に住んでおりましたはいあのこ,のこんな感じですあの本当に今写真出てるのがサギさんであの黒髪でしかもこれ受けんのがあ,のあれなんですよ服に興味ないからサギさんがあのでも起業家っぽいしあの服装をしなくちゃいけないってことであのお母さんに電話したらしいんですよ 起業家っぽい服装ってどんなんなのってことを言ったらお母さんが <laughs> 服装を貸してくれたらしくてだから浅木さんの起業を初期っていうのは。 全部お母さんんの服着てるんですよ <laughs> だからちょっとなんかあの古い感じなんですよ。あのこんな古,古い人、こんな古い格好、昔のお母さんしてたよねっていう格好で、浅木さん、なんか企業初期はずっと活躍されてるぐらい、まあ、浅木さんってあの服に興味がないし、いまあ、未だに興味がないですよね。あまあ、だってあの、シャネル、シャネルなだし、あの、<laughs> まあなんかこの間もまあ魅力覚醒コーダー二十一期であのー、終了になるからあの十億円なくなるってことはまあ全然私ユニクロとかでも大丈夫なんでってライブ配信でも言ってたぐらいあのごあの興味がない方でございますこんな感じでした朝木さんはい懐かしい <laughs> はい自分で稼いで朝木さん格好そうなんかでもまあ確かにあの何してんのって思われますよね女性がそんな三千万 とかあの稼いでるってね、まあ、普通にまあそんな感サギさんっていうのはなんかすごいあの長倉健太さんもこの当初のアサギさんのこと知っててあんなこじんまりとスモールビジネスされた方がねみたいな感じですごい言ってますまあそれぐらいあの昔のアサギさんはこんな感じでしたであの当時ねアサギさん月賞300万ぐらいだったんですけど あのお湯代もケチってたんですよともと超貧乏な人なんであのパスタにねなんか入れる具材もなくてあのデイワンでも言ってた通り具なしカレーとかって美味しいんだよとかって言ってたぐらい、まあ、貧乏生活が慣れてる方なんでお湯代をねケチってたんですよ特にそで,でもちょっと起業家に女性起業家になったから美しくならなくちゃいけないのかなってことでなんかその。 エステの人にお風呂朝日さん毎日あのお風呂入るときはあのお湯にお湯貯めてくださいねって言われたらしいんですね。あの湯船使ってくださいねって言ったときに <laughs> 朝木さん「えもったいない?」って言って「たかが自分が使うために使う使うためにお湯を溜めるんですかもったいなくないですか?」ってことを そ,のエそしたらその人がなんかドン引きしてたらしくてあでもなんかすごい朝木さ,さんがお湯代ってさ300円ぐらいじゃんみたいな私当初月賞300万ぐらい持ってたのにお湯代もケチってたんです朝木さ,さんは。であのこの年賞3000万ぐらいの朝木さ,さんはあのカまンも5000円から2万円のもの使ってて。 あのアサギストがめちゃめちゃ持ってるウイトートっていうカマンってあると思うんですよね。私も持ってるんですけど普通ねアサギさんそれをずっと使ってました。はい、でまあほう手術もね2018年からずっと悩んでましたからあのようやくやったなんかあの私が初めてアサギさんとディナーを食べた時にいやほうしたいんだよねみたいな感じで。 言って,てえでもサギさ,さんあるじゃないですか」って言ったらいやそういうのじゃなくて私はすげえんかあの作られた美が好きなんだよって言ってて加納姉妹みたいなみたいななんか別に自分が今あるとかじゃなくてあの公共したいってことを2018年から悩んでたんですけどでまあいろいろサギさんもお金のブロックをやって公共されたのここ数年 ななわけなんでアサギさんも、ね、いろんんもなお金を使うのに葛藤があったんですよで当時ね浅木さん着てた服っていうのはお母さんの服からようやくモスキーノっていうやつかなあのクマちゃんクちゃんブランドのやつもあってでも浅木さんその服に興味がなさすぎて全部ネット買いだったんですよでなんかそのあそうだこのこの服を あの選んでくれた春菜さんって人がいるんですけどこれまあこのドレス100万以上しますよねこの服をなんかあの選んでくれた春菜さんっていう人が浅木人のなんか浅木さ,さん「ベリー」とかっていう雑誌に出た時があったんですよそれで,でなんか春菜さんの方にちょっと服をねなんかあの選んで「ベリー」っていうなんか女性雑誌に出るから服を選んでくれないかみたいな感じを浅木さん言って,てた時になんか3 4 0万の服を持ってこられた時に。 アサギさんすげえ高くてえこんな高い服買わなくちゃいけないのってアサギさん言ってたんですよねまあそんなアサギさんの歴史ですはいあのお湯代もケチってたアサギさん <laughs> 今ではね信じられませんけどであそうなんかトップにあの年収三千万ぐらいのブログの時はパン屋に今日行きましたとか 何か,ら、ね、なんかこのパン屋美味しいですとかっていうのがあって定 <laughs> 私あの去年からね電子書籍をあの書けなくて苦しんでいるんですけど浅木さんに「ちょっと電子書籍書けません」みたいな「どうやって書けますか?」って言ったら「私毎日パ,なんかパ,ン,パン屋行って」 この一生こ,これ一なんか終わらせたら書こうとかでパン勝ちてたよって言ってて <laughs> そうなんか浅木さ,さんもね今じゃパン屋に行ってたっていう時期までもありました。ねあの浅木さ,さんがどの時点で変わろうかなと思ったのっていうのは。 あのレペレンンのの、ね、解散コンサートの時だったんですよねこれ「魅力覚醒講座13期」の時ちょうどコロナ時期でね開催されるかなって思った時にあ大東恵さんとかと行かしていただいたんですけどここで浅木さんがすごいあの DJ 社長にねあの感銘を受けてこの時年収3000万ぐらいだったんですけどで海外移住の方もずっとされたいって言ってたんですけどもっと稼いだらって っっててことを言ってたんですよねもっと稼いだらいけるのにってあの言って,言ってこの時に浅げさんはなんかすごいあのもうあ私もう DJ 社長みたいに広い世界を見てみたいって思った時に年商3,000万なのにあの 突如バーキンを買い始めたんです今までアサギさんは5000円とか2万円のカバンをずっと使ってた人が唯一持ってたのがシャネルのバッグだったらしいんですけどあのー、唯一その時にやっとバーキンを買ったんですよその時100万ぐらいのバッグ買ったんですよ 買いに行きましたみたいな感じでなんか私でも,もうこれ高くて高くて今なんかあの800万のバーキンがどこに行ってるか分かんないって超笑ってたアサギさんがあのデイワンでね今私のバーキンどこにあるんですかねって笑ってたアサギさんが初めてのバーキンを買った時にいやこれね本当にさ 見てると稼がなくちゃいけないと思うよね、金使っちゃったなと思うよとか言って、パーキーだから、パーキーなんかメロバイリー,ーさ、見てるとさ、あ、金使ったから確かね稼がないといけないなと思うと言ってて、のときに、あのまあ、コロナ時期だったんで、浅木さん、五つ星ホテルに一日おきいで泊まり歩きったりで、泣きながらドバイ移住もされました。 もっと稼いだらって思ってたんですけどもう多分私自身が多分先に行動しなくちゃいけない怖いことを先に行動しないといけないと思われてあのドバイ移住決めた時は普通に本当に認証3000万の時でしたなんかここがきっかけで浅木さんは本当にあなんかもっと広い世界を見てみたいなってことを 決められたんですすよねあ,ありがとうございますちょっと大物の方から結局音楽やライブきっかけで天気ってあるよなってそうですよねあのびっくりしましたはいちょっと。で,ですごいやっぱあの私はもう浅木さ,さんって鈴木美穂さんの存在がでかかったなと思うし常にやっぱ浅木さ,さんと鈴木美穂さんって OL 時代からのお友達なわけじゃないですか。 お,お,お互いねその稼いでもなくあの OL 時代からのなんか合コン仲間みたいな感じの鈴木美穂さんが先をずっと言っとてくれたわけですよねあの木さんよりはるかに稼いでましたし鈴木美穂さんって女性起業家のレジェンドですしの時にあのなんか多分その木さんにとってやっぱり目の前を鈴木美穂さんが歩いてくれてる っっていうのは大きな,なんだろう道だったんですよねあこう鈴木企業の道っていうのは鈴木美穂さんと同じ道を同じ通りにやればいいんだって浅木さんパチルのプロですからあの <laughs> あこの通りにやればいいんだっていうのを TTP するプロですから。で で、そサギさんねドバイに移住された時ね年商3000万だったんで川島塾の川島さんから「サギ、あのー、さ,さんみたいなね小金持ちでもドバイに住めるなんていい時代だったね <laughs>」っていうちょっとなんか少しやいを言われながらやってたところなんですけどやっぱドバイという超お金持ちなところに囲まれたらやっぱサギさんも一気に年商1億まで上がりましたよね。あのー 泣いてましたよなんか年1億になった時にようやくなんか美穂ちゃんが先にあの年商1億稼いでやっぱ美穂ちゃんってすげえやっぱ美穂ちゃんと私は違うと思ったけどようやくなんか美穂ちゃんと同じ1億まで来れましたみたいな感じで浅木さんすごいめちゃめちゃ喜んでましたあい,いつだったっけ美穂覚醒講座の14か15期のプロモーションであの1億いったんですよねドバイに移住されてから。 でこの時から、同愛に移住されてから、この,あのハイブランドずくめになったんですよ。で、普通にあの年収ね、10億あったら、ファイヤーできるんですよ。あのだってあの、プライベートね、バンクで預けとけばいいわけじゃないですか。それでなんかあの回ってくるやつで、ケーリーも浅木さ,さんもですけどね。 や,やればいいのにもう全部使い切っちゃってでこれがなんでなんですかってことを聞いた時があったんですよ。なんかまあよくねなんか <laughs> お余計なお世話ですけどまあなんか浅木ともサギさんのお金の使い方サギさんがねあのいつもお金がないことに心配になるわけなんですよあん,なに稼いであんなに稼いでるのにねなんかちょっとなんか投資した,した方がいい投資っていうかお金取っておいた方が いいいんじゃないですかみたいな感じをするとあのこれはもういいんんだって言ってて言たんですよそれで川島塾の川島さんか,か,からも「浅木さんは投資に向いてません」って言われてるらしくてあの不動産やられた方がいいんじゃないですかとかって言われるぐらい、まあ、あのすごい浅木さんは一回投資もされてましたけどそれがストレスでストレスでやめてしまってる時に。 あの浅木さんが言ってたことがあって「もういいんだ」って言ってあの私は別にずっと日本女性を良くするために働き続けるってことをもう決めてるからもういいんだずっと働き続けるんだよってことを言ってたんですよね。<laughs> 投資には向いてませんだって <laughs> あのこれはね川島塾の川島さんから「浅木さんは投資には向いておりませんので」っていうことをあの。 言われててまあ浅木さんは少しねショックを受けておりましたで一,一時やってたんですよあのおすすめされて <laughs> 一時やってたんですけどあのもうストレスでストレスで仕方なかったらしくて <laughs> あのでその時にすごい浅木さんはやっぱあの自分と向き合うプロなんであのななんか いやよく言われるともうあの親からもお金をみたいなちゃんと管理してんのかみたいな <laughs> 感じを言われますって言ってもでもその時にもういいんだとずっと日本女性をよくするために働き続けるんだってことを、あのー、言ってたんでまあ魅力覚醒講座ね、あのー、を今回終了されるんですけどまあなんかまた新しい。 まあ手放さなきゃいけない新しいやつが入ってこないんでおそらくここのアサ木さんっていうのは日本女性をよくするために働き続けることだけはまあ変わらないですよねなんかあの本当にあれですよ普通にあのびっくりするぐらい十音楽を人のために使い切っちゃう人でいや本当に あのない <laughs> 本当に使い切っちゃう人ですよね。いやだしなんか特に去年が、あのー、電車広告とかクラファンのリターン返しで特にお金がなかったんですよ。 の時になんか川島さんとケーニンからお金借りてましたから <laughs> あのまあこれ朝木さんが公言してることなんであの全然隠すことでもないんですけどあの14億あんのに人からお金を借りてたっていう <laughs> あ全部なんかあの返,返されてますよ今。 で、あの,他の、ね、コミュニティリーダーで、ね、ここまで講座生にお金使ってくれる人がいますかって話であの本当にあの一番使ってくれる人あのであさねなんの人が書いてたんですよ。なんかうちらはなんかおだげでアサギのコミュニティになれすぎててなんか他のコミュニティに行ったら他のコミュニティのなんのリーダーがケチだなと思ってくるって書いてて。<laughs> <laughs> いや、それはね、多分、あさぎさんがね、こう、あさぎによく押しすぎなんですよ。はい、あの、普通だと思います。<laughs> そんな、なんか使ってくれる人、あさぎさんしかいないと思います。<laughs> で、あの、あささんはね、その。一回、私とミ魅ク覚醒講座の順位っの、後が、あさぎさん、うつ病だったんですよ。いや、本当にしんどそうで、あの。 1>, の1年間魅力覚醒講座されてなかったんですよ。受1期終わった後にねうつ病だったからあの,の時に浅木さんその時に欲を失うこ怖さを知ってるんですよね。あのだってタワマンにも住んであのど貧乏だったグラシカレーが美味しいって言って食べてた貧乏オイルがタワマンにも住んであの大好きな家族もいて。 高木もいて可愛い子供もいて講座線にも囲まれてなんかすごいしあ,あの幸せな状態なのにもうなんか欲がなくなってしまったんですよねでその時に朝木さんが心が死ぬってことがどれほど怖いかってことを知ってるわけなんですよね欲がなくなる怖さ あのお,金もお金も持ってるのに欲がない怖さを知ってるわけであってその時に、まあ、浅木さんがよく話すのがあの長倉健太さんが海外移住しろよみたいな感じを言ってきた時に浅木さんは「え海外えかえ,えアメリカに永住権取れ」ってことを長倉さんが言った時に。 あなんかいやアメリカの永住権とか興味ないですからって浅木さんが返したら中倉さんが切れて、ね、そういうこと言ってんじゃねえみたいなそういうんだろう自分の,あの人生に制限をかけてる君の姿勢のことを言ってんだみたいな感じで切レられた時に浅木さんはその時本当にあ私って自分のことをまだ,まだまだこの程度だってことを思ってんだってことに気がついたわけなんですよね。 その時に、あ、もっともっともっと、でも本当に年商3000万とか、タワマンにも住んでるけど、本当はいかなる時も五つ星ホテルに住みたかったり、移動も、あ、そう、浅木さん年商3000万の時、エコノミーでしたから、全部移動。ようやく、あの、どう 1>, 年1億ぐらいの時もいやいやエコノミーで大丈夫なんでとかって言ってた気がしますようやくなんか最近はこの,の23年はもうビジネスクラスファーストクラスで移動されてますけど思い出しました私が知ってる限りその時代全部朝木さんエコノミーでしたよ <laughs> エコノミー移動エ,エコノミーいやなんかそんな 乗ってる時間は変わらないんでって言ってたもん、乗ってる時間は変わらないんで、エコロミー大丈夫ですって言ってて、特になんか、あの、浅木さんが、あの、韓国だったかなと、に、あの、キッズラインの常澤社長、常澤さんだったとです。常澤さんと行かれた時に、キッズラインの社長、女社長と行かれた時にに、アサ木さんは、その、すごい気が利く方だから、あの、社長の分まで、 ホテル取っておいた方がいいかなと思って4つ星ホテルを予約したんですってそしたら <laughs> なんかすごい「あのあちょっと私5つ星ホテルしかまらないで自分で予約しますね」みたいな感じになったらしくて「あそのよあちゃんとあのホテル待機も全部お支払いしますんで」みたいな「取っていただいた分も」とかって言われた時になんかそういうこともあって本当は。 私はこの程度だと思ってるけど、本当は五つ星ホテルにずっと泊まりたいんじゃないのみたいな感じのことをもう一回、その欲がなくなったときに問い直したときに、ああ、私ってまだまだやり残したことあるわってことを言ってたんですよね。のだから、だからそれを分かってるから、欲がなくなることを分かってるから。 いつも自ら体を張って講座生に欲を持ってこういう体験ができるんだよってことを与え続けてるんじゃないかなと思うんですよ。ご自身自身がうつ時代の辛さを一番知ってるわけなんですよ。しかも長かったし1年間ぐらいうつだったしいや本当になんかあの貧乏な時より辛かったって言ってたんですよ欲がない方が。 うん、あのしかも幸せな生活を手にしてるはずなのにこの鬱の時が何よりつらかったってことを言っててであなんか本当にあの欲っていうのはキリがないんだよって言ってて次から次へと新しく物を欲しくなる時にやっぱそれって怖くもなるんだけどそれを次の世代とか身近な人に。 体験をさせていただくことであ私の欲も何かの役に立ってたかなってことを思うことができるんだよねってことを言ってた時にだから浅木さ,さんのお金の使い方っていうのは本当にあの講座生にこんなこともできるんだよ。 お金があればこんなこともできるし別にお金がなかったとしてもこういったい,いろいろ素晴らしい体験ができるんだよってことを私は示し続けてくれてると思うんですよねだからすごいプライベートジェットを乗ったことがないとプライベートのジェットの良さなんて語れないわけなんですよでプライベートジェット乗った時にあの帰りし帰りは あのビジネスクラスで帰るわけじゃないですか。リコさん、あの千原田にコさんがボソッとあ帰りはカウンターで並ばなくちゃいけないのかって言ったんですよ。で、朝木さんもプライベートジェットに乗ったときにあ、帰りはなんか飛行機会社が指定された時間に行かないといけないんだよねって言ったときにあそれ、でもそれが当たり前なわけじゃないですか。その世界を知らなければ。あの指定された 飛行機会社が指定された時間に行って、簡単に並んで税関を通って飛行機に乗るのが当たり前だけど、プライベートジットだと自分が指定した時間で、ま、あの、専用の入力、入り口があるんですよ。あの、その、その人たちだけ、だからスーパー早いんですよ。待つこともないんですよ。その何人かのためだけに税関ゲートが開けられてるわけなんですよね。だから、そういったことも本当になんか。 世界っってて広いんだなってことをもうなんか私はね浅木さんから本当に浅木さんのお金を使ってもらってしかも自ら体を貼ってもらって教えててもらってきましたであのいつもね浅木さんが言ってるんですけど「私が最強なんじゃなくて浅木人が最強なんだよ」ってことをいつも言ってくれてるのってどういうことかって言ったら。 アサギさんの魅力覚醒講座庫にあるサロンっていうのは朝ギストと何回をやっていきたいんだよってことを言ってるんですよね。うん、あのだから本当にあのアサギストワールドに飛び込んできてほしいです。めっちゃ楽しんで。 あ、ぜひ今日が最終日になりますんで、あのあと1時間後になりますんで、皆さんぜひねご飯を食べてあの備えておいてください。ラストになります。はい、あのここまで聞いてもらってありがとうございました。ぜひあの今日あの聞いてみて入られる入りたいって方は紹介者の方にお名前書いてもらえるととってもとってもとっても,とっても,と,ってもとっても嬉しいでございます。はい。 あの最たれ入っておりますんで、<laughs> あのおす自分で自分でおす自分で自分のことをお勧めしますんで。<laughs> 風呂入ってご飯食べてスタンバイ。しますえ、風呂入んの <laughs> 風呂入ってご飯食べる？すげえ1時間用1時間できるとすごいね。あのすいません。ちょっと私はちょっと何日もちょっとお風呂入ってなくて。<laughs> ちょっあ明日ぐらいにようやく入れるかなってちょっと髪の毛もちょっとべたついてあでねなんか浅木さ,さんがそのデイワンで言ってた通りちょっと私もねちょっとその綺麗センサーがちょっと鈍ってるんでしょうね <laughs> あの綺麗センサーがちょっと鈍ってると思われるので、はい、私はちょっといつラストお風呂入ったかなって <laughs> 感じなんですけど毎日同じ服を着て朝木推しをしております。<laughs> 私も今日4日ぶりすごいよく聞かれるんですけど。 朝ギストになるとお風呂入っちゃダメなんですかとか聞かれるんですけどあ大丈夫でさ入られてる方は毎日しずかちゃんみたいに入ってますんで特にあのこの間私そのあのスイートルームを取った時にあのお世話になってるあのつぐみにねプレゼントさせていただいたんですよスイートルームその時につぐみはしずかちゃんレベルで入ってましたから <laughs> あの入っちゃダメとかないんでいか朝みんなすごいだからそういう。 そういうい思考も本当に朝日層に入ってくる方は真面目なんですよ朝日層に入ったらお風呂入っちゃいけないとか <laughs> お風呂入らないといけないんでしょうかとかっていうぐらい真面目なんですよねだからあの安心してくださいめちゃめちゃいいコミュニティですからあの朝日さんも真面目ですしあのすごいあの楽しいと思います本当に一緒にガチリましょうはい。 質問ある方はね、あの公式 LINE とかでいただけたらと思います。でもみんなびっくりするから、真面目ですこのユッキーもカニかぶってましたけど、真面目な人ですよ。<laughs> ありがとうございます。もうなんか最後に話させてもらってありがとうございます。寂しい。美容覚醒講座20期、参加最後なの。 あの質問とかあれもね気軽にあの公式 LINE の方に送ってく私途中ちょっとかびっくりするぐらい大物が入ってきたんであの本当にびっくりびっくりしてちょっと途中で「あややめてください」ちょっと「<laughs> いやありがとうございます」いやもうすげえんか大物の方が今ホストパレリストアってやってにコメントをしてくれてますんであ,のありがとうございますあなんかもう寂しいです最後なんであ すいませんあの,あのさん名前言ったら悪いかなと思って原田ありがとうございますいや何か本当にねなんかあの原田翔太さんのこのなんだっけあ渋谷公会堂の2000人も浅木さんがね全おごりだったんでどういったどういったあこれですこれもねあの原田翔太さんの,あの原田浅木さんのねおごりおごりでございました二次会まで。 なん本当に何かあのなんかすごいでも本当に浅木さんもすごいここで、ね、感銘をめちゃめちゃ受けて、あのー、すごいあの羽ば,羽ばたくっていうかあらゆることされてますよね。本当にこのライブのおかげだおかげでしたなんかねまたなんか来年原田さんなんかアーティスト活動にこれ正式をしたんですけど復活をされるみたいなんでまたみんなで浅木ストで遊びに行きましょう。 ありがとうございます。共有の提唱して。ぜひあのあ、12時からね、また朝木さ,さんの最後になりますので、ぜひみんなで参加しましょう。ありがとうございました。あの、入るの迷ってました方とかいたら、公式 LINE の方からね、DM いただければと思います。ありがとうございました。ま,あ、またあの、こんな貴重な朝から見ていただきまして、本当に本当にありがとうございました。あの ぜひ十二時から一緒に参加できるの楽しみにしております。ぜひ入られる方は紹介した待機で入ってください。